らこぜ、ラジオでさあゆいさもれ、1周年スペシャル、めでたい、めでたい。はい、皆さんこんにちは。久しぶりに生でタイトルコールしたらちょっと早かった、フライングあードキドキしたはい、皆さん、今週も始まりました、平梢ラジオでさあゆいさもれのお時間なんですけども、なんと私平梢ラジオ始めて今日今月だね、10月、はい、1年目になりました。皆さんのおかげです、ありがとうございます。はい、なので今日はですね、1周年スペシャルといたしまして、はい、いろいろ振り返ってね、いろんなお話ができたらなと思っております。そして本日はですね、リスナーさんにプレゼントもありますので、後ほどねまたちょっと紹介をさせていただけたらなと思います。なんだかんだでね、1年ね、番組が続いていただき、そしてスポンサーのねお力がありね、たくさんの方に応援していただいて、1周年を迎えることができました。今日はねちょっと過去の話を振り返ったりして、ちょっと皆さんからもね、いろんなお話、あ、こんなってカミカミだったねとかさね、いろんなお話があると思いますけども、ね、そうですね、ツイキャスの方もねスタートしてませんでしたね。はい、申し訳ないです。今日はドタバタで始まりましたからね。はい、申し訳ないです。はい、今スタートいたしましたので、なのでね、皆さんからはね、メッセージの方もお待ちしておりますのでね、今日は、1周年を振り返って、1年振り返って、どういったねラジオだったのかとか、最初の頃はねキムタカのあまわりの皆さんにね、いっぱいゲストで出ていただいて、そしてねタオファクトリーのねクラトーさんとかね、スタッフの皆さんが駆けつけてくれたりとか、そういったいろんな話も含め、ちょっとラジオの中でねお話できたらなと思っております。さあ、ではこの番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653、 また FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしてありますので、ぜひ皆さんね FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもぜひ楽しんでください。はい、今日はねコメントをお待ちしておりますけども、リスナーのプレゼントがありますので、本日はですね、プレゼント後ほどまたね、何があるよとかいうので、プレゼント希望でねメールを送ってほしいんですけども、その内容はねちょっとまた、1曲かけた後にお届けしたいと思います。それではここで1曲お届けいたします。小勢のタイトルにもなっております、平小勢でさあゆいさもれ、聞いてください。Come on, come 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 on
平梢ラジオでさあゆいさもーれ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております。超短縮になってる。あと1曲何しようか。また君しようか、うん、先週かけた？どっちだっただろう。歪んでるか。ピッ。え、今日体育の日？だよね。どうした？前倒し。はい、平梢ラジオでさあゆいさもーれ1周年スペシャルめでたいめでたいをお届けしておりますけども、さあ、はい、早速ねツイキャスの方が来ておりますけども、はい、リスちゃんさんからですね、本週は今日体育の日の祝日です、朝からぐいぐい飲んでます、いい気持ちですってことで、あら、リスちゃんさん前倒しの体育の日ですか。10月10日はあと2日3日先ですけどもね。はい、ルドルフさん、ハイサイコジエさん、メグさん、1周年おめでとうです、こんにちはということで来てますけど、はい、今日もよろしくお願いします。チャラ AKB ファンさん、ヘイヘイメグ、コズちゃん、コズちゃん、コンチェースってことで来てますけど、あ、いつもね、あのチャラ AKB ファンさん噛みそうなんだよね、私噛みそうっていうかもう噛んでるけどね、いつもコメントがはい、リスナープレゼント楽しみどくわーって、楽しみしとくわーということですけどね。はい、ありがとうございます。あららガンマサイガーさんから来てますね。こんにちはーって、チャラい AKB ファンさんね、さゆさも俺聞いて踊りたくなるーって。まあ私はね、ツイキャスの方では、画面の方ではね、しっかり踊らさせていただいておりますけども、そしたらね、その子さんがですね、この、なんだっけ、歩道の方で、帰り間際に一人で踊ってましたね。すごい目立っていたと思いますけども。はい。野の中の銀のホタルさん。え、プレゼントってハロウィン用のコジエさんの衣装ですかってことですけども。はい。パンプキンの衣装かなとかって。はい、あららがまさい、あ、サイガーさんがね、めっちゃいい曲だねって、サイさんも俺聞いてくれたんですね。ありがとうございます。リスちゃんさんが、本当に僕はこの伸びやかな歌声が好きだな、あ、嬉しいな。ルドルフさんはですね、私がサイさんもーれって言ったら、ね、サイさんもーれってちゃんとツイキャスで返してくれましたね。ありがとうございます。アイリスちゃんさん、小杉さんは素敵な人ですね、来月の王子のライブは楽しみですと、あ、そうですね、11月ねありますから、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、皆さんね、このようにね、たくさんのツイキャスを、返事いただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、そしてリスちゃんさんが、小杉さん以上に魅力的な女性はめったにいないって書いてくれました
本当かな、ありがとう。なんか照れくさくってなんか読むの恥ずかしかったけどしっかり読んじゃいました、ありがとうございます。はい、リスちゃんさんはね、聞かせてよワイドブシーとか言ってますけど、またねちょっとお時間あったら後でおかけしたいなと思っております。さあ、それではね、1周年スペシャルはですね、今日はねリスナーさんにプレゼントご用意してまいりました。それではですね、ちょっと今日ね、ちょっと後でメッセージをいただきながら、商品ね、何が欲しいですっていうのをね、書いていただいて、でそこで来週ちょっと私はね、放送中に抽選をしたいと思います。そして私の方からね発送させていただけたらなと思っております。さあ、それでは、ね、本日ね、1周年スペシャルはですね、ちょっともうこれ非売品になってるんですけども、皆さんにあげようかすごく悩んだんだけどね、まあみんなのためになったらいいかなと思ってちょっと持ってきました。今日はですね、平小杖のオリジナルグッズ、もうライブでは販売してないです実は、うん、なのでこれはですねマグネットなんですね、小杖の、平小杖のロゴマークがあるんですけども、このロゴマークに沖縄のねサングアっていうのがあるんですよ。魔除け、肩結びみたいなのをしてるんですけど、肩結びをですね、沖縄では魔除けとして小さい赤ちゃんとかね子供たちに夜道を歩くときに持たせたりするんですね。だけどそれは私はすごい お母さんとか親の愛情の詰まった一番のお守りだなと思ったんです。っていうのは自分の子供が生まれたときにお母さんがねそうやって毎日夜遅く帰るときにはこのサンゴアを作って胸元に入れて夜道を帰ったんですね。で それがすごくなんか心温まるっていうか嬉しいなと思ったんですよ。それをじゃあ今子供たちとかわからない子たちが結構いたもんですから、それをじゃあロゴマークにしてこれ何のリボンとかって言われた時にサンゴアって言ってねっていうことができるのかなと思って、私もねサンゴアをロゴマークにしました。っていうのはこのサンゴアっていうのは帯にもね沖縄の琉装とかの帯とかにもあるんですけども、肩結びがね、それはね女の人たちは悪い虫がつかないようにっていうのは男性のことねがつかないようにそういった帯を結んだりとかするそうなんです。なので悪い虫がつきそうな人は皆さん肩結びをしておいてくださいねということでね、サンゴアのねこの、マグネットがですね5名様に抽選で当たります。そしてもう一つがですね、私の平小杖の CD です。また君に恋してる内名口バージョンの CD とさあゆいさもーれのフルアルバムの CD になってます。どちらが希望とかってねメールかねツイキャスの方で、でもメールの方が確実かな、ね、メールの方で確実なのでメールの方でぜひ送っていただけたらと思います。そしてもう一つが、オリジナルのですねトートバッグになります。これはね主婦にはありがたいぞ、買い物の時にはね、スーパー行く時にマイバッグでね私大活躍してます。なのでトートバッグをですね2名様に、この色はですね紺色ですね。でスーパーでお買い物した時に十分入る大きさの、大根も入るぐらいの大きさなので結構大きめです。なので、トートバッグが欲しいとかってねぜひ送ってください。今はで今紹介したのはマグネットか CD のねまた君に恋してるかさゆさも俺、それか、トートバッグ2名様になっておりますので、そしてもう一つがですね、結構ね小杖のラジオで参加してくれてる皆さん結構県外の方が多かったので、なかなか県外の方にねプレゼントって言ってもね何がいいのかなとかってすごく悩んだんですけども、この辺にあるものって言ってもねみんな全国的にあるしとか思いながら、じゃあ何がいいのかなと思ったら、1名様1組ペア1組になるんですけども、11月の21日22日両日のどっちか1日ですね、ワンデイズのライブご招待券を皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、関東近辺の皆さん、ライブ行こうと思ってた方、はい、一組ペアでね、ライブチケットプレゼントありますので、ぜひ皆さんメールにて、はい、この1年間に通してどうだったねとかっていう風なお話と添えて、うん、このね、何々の商品が欲しいですとかっていうことでね、言っていただけ、あ、メールいただければまた来週ねちょっと抽選に回したいなと思っておりますので、どんどん皆さんメールの方送ってください。お待ちしております。はい、ではね、
この1年間振り返ってなんですけども、なんとね、あの9月に実は30分の特別ね、お試し番組をやってるんですね。このお試し番組をなぜやったのかっていうと、あの沖縄市のね、合わせの東部祭りっていうのがあって、そこでね、あの抽選のものがあって、そこで抽選で当たったものの福袋の中にこの FM 小座のあのね、お試し30分券番組券が入ってたんだよね。でそれで私はね、この番組やってみたいなとかって思って、でその前からね、ラジオちょっと挑戦してみたいなとかって思ってたんですけど、なかなかそういったタイミングがないし、どうしていいのかわからなかったもんですから。でそうすると、じゃあこの30分でやってみて今後できそうなのか何なのかっていうのをちょっとね、試してみようと思って、で FM 小座さんに話したら、なんかこの件をね、その子さんが後で作ったっていう話を聞いてちょっとびっくりしたんで、その子さんが作ってたんだねみたいなことを言っててね、お話ししましたけども。でそしたら、それで30分をさせていただいて、その番組を聞いてた、うるま市にありますね、ティーダキャストさんが聞いててくれて、それをね、あのじゃあ10月からやりませんかっていうお話をいただき、でそこであの番組が10月からねスタートしたっていうことなんですけども、まあその頃はですね、本当にね、もうドキドキでしたよね。もう1時間あっという間で、もうあの何喋ったのか、今でもそうですけどね、何喋ったのか思い出すのにうーんとかって時間がかかるぐらいもうドキドキだったんですけども、でもその時はあのキムタカのあまわりの皆さんを応援するという番組で、あのね、あまわりロマンの会の皆さんとかね、いろんな方のタオファクトリーの皆さんのご協力をいただき、番組が進んでいったんですけども、まあ、キムタカのあまわりの皆さんもね、昨年ラジオをやった皆さんはもう3月には卒業して、社会人に3年生はなってて、また2年生がね、今3年生に上がってメインでね、すごいご活躍をされてますけども、本当にね、毎週毎週っていうぐらいね、あのあまわりの皆さんとはなんですか、このインタビューをねコーナーで設けてたもんですからね、このインタビューであの皆さんにね、あの会って一人一人、あ、毎回一組でしたね、男女とかね、うん、でそれであの紹介をして、ね、それで番組をやってたんですけども、まあ、この子どもたちもね、社会人になってしまったなと思うと、なんか1年もねあっという間だなと思ってて、まあね、あのなかなかゲストでね来ていただくにはちょっと難しかったんですけども、平日の真昼間なのでね、来ていただけることはね、難しかったですけども、そのスタッフの皆さんがね、倉藤真也さんとかね、来ていただいて、そこでいろんなお話を聞かせていただいたり、またねタオファクトリーの皆さんに関わるいろんな現代版組踊りのお話を聞かせていただいたりして、でそれがね、あの沖縄ではなく、沖縄だけではなく県外でもそういった活動をしてるっていうのを聞いて、本当ね、あのぜひあの沖縄の人として、そういった沖縄の芸能がねたくさん県外にも広まってるんだなと思うとすごく嬉しかったですね。だからそういったお話をさせていただいて、でそれがね、約半年間続きましたね。でティーダキャストさんには半年間、お世話になりながら、番組を進行させていただきましたけども、でその後ですね、スポンサーの方が変わりまして、今ではですね、有限会社モンキースタッフ の、 あのご協力をいただいて、ここ半年ね、番組が進んだんですけども、はい、この有限会社モンキースタッフはですね、県外にあるんですけども、本当にね沖縄のあの芸能が、大好きで、そこでね応援していただいてるんですけども、あの半年間あのゲストの皆さんをあのお呼びしてのコーナーもあったりとかしてたんですけども、ね、なかなかねあの私の方があのなんていうのかタイミングを取ることがなかなかできなくて、ゲストの皆さんをねご紹介するのは本当に月に一度あるかなぐらいになってしまったんですけども、その中でも皆さんにね来ていただいて、いろいろとね皆さんのお話を聞き
聞きながら番組を進行することができて本当嬉しかったですね。でたくさんのリスナーさんにですね、またこういうふうにツイキャスとかでね、あのメッセージをいただけるっていうのは本当に嬉しかったですね。私機械音痴なんですよね、だいぶ。なので最初はね、スタッフの池城さん、メグさんにね、もう、どこ触ったらいいの、どうしたらいいのとかって言ってから、あーとかってやってたんですけども、でも相変わらず今日もねツイキャススタートしないでね、あの番組を進行してしまってて、途中からのスタートで本当に申し訳なかったんですけど、まあそういう風にね、まだまだ続いてるわけですよ、ドジがね。まあその中でもたくさんのリスナーさんに、応援していただき、また番組をね盛り上げていただいた上でこういう風に続けられるってことは本当嬉しいなと思っております。まあいっぱいね、あのなんていうのかな、 NG 集もたくさんありますね。もう本当に最近でもね、メグさんとよく話しながらあははって笑ってしまうこととかもたくさんあってね、本当ね、最近何だったっけ、いくつかあったよね、話したのがね、後で思い出しとこうねそうね、本当に、あ、リスナーさんの方がわかるかもしれないね、いろんなことがあったと思いますけど、何かあったら皆さんメッセージとともにね、ツイキャスの方でもよろしいですので、お話、あんなのがあったねって聞かせていただけると、あー、あったね、あったねっていう感じになるのかなね、ぜひ聞かせてください。はい、で ルドルフさんがですね来てますね、1周年おめでとうございますということで、ありがとうございます。今後ともまたよろしくお願いいたしますね。はい、早速ねメッセージの方来ております。あららがまサイガーさんです、ありがとうございます。小杖さん、めぐさん、こんにちは。1周年おめでとうございます。初メールのあららがまサイガーです。リスナープレゼント CD のサーユーさんモーレアルバム希望いたしますということで、はい、受付しましたので、はい、ぜひね抽選の方に回しておきますね。そしてチャライ AKB ファンさんからも来てますね。ヘイヘイ、めぐ、小杖ちゃん、 FM 小杖のリスナーの皆さん、こんにちはす、小杖ちゃん、もちろんリスナープレゼント希望 CD2 枚よろしくすってごめん、チャラい AKB ファンさん、どちらか1枚だなはい、どちらが欲しいって、え、でも、え、 AKB ファンさんじゃなかったっけ、最初の頃の CD プレゼント何かの時にどっちか当たってなかったかな、違うか、え、そういう気もしてきたあ、どっちだったかな、あ、もしかしたら2枚とも持ってないかもしれませんね、すいません、私の勘違いだったら失礼いたします。さあでは早速ね、リクエストの方も来ておりましたので、はい、リスちゃんさんからのリクエストで、ワイド節が来てましたので、先週もちょっとおかけしたかなね、ワイド節でもリスちゃんさん希望ということですので、はい、じゃあ1曲ここでおかけしたいと思います。ワイド節聞いてください。ワイドブシ聞いてください。
っしゃワイド、お前と一ワイド、わっきゃっしゃワイド。はい、たくさんのツイキャスメールありがとうございます。すごく嬉しいです。早速ですね、ルドルフさんがですねツイキャスの方でも案内してくれてます。1周年おめでとうございます。マグネットが5名様 CD プレゼントですよ。でトートバッグもあるよということでね案内してくれてます。ありがとうございます。本日はですね、抽選でですね、マグネットの方が5名様でトートバッグが2名様、また君に恋してる CD1 名様、さゆさんも俺が1名様、そして、関東のね、ワンマン平小瀬のワンマンライブの、チケットがですねペア1組ね、プレゼントとなっておりますので、皆さんメールでですね懸命にですね、はい、ありがとうございます、手を振ってくれてます、はい聞こえてますでしょとかって、はいありがとう外でね手を振ってくれてました、ありがとうございます。はい、メールにですね懸命にですね平こつえ、ね、1周年スペシャル、プレリスナープレゼント希望ということを書いてください。そしてですねメールにですね住所と電話番号まで、そしてプレゼントが何が欲しいっていうのをね、ぜひ書いていただけたらすごく助かります。申し訳ございませんがお手数かけますがよろしくお願いいたします。そうしないと皆さんのところに送ることが当たってもできませんのでね、ぜひお忘れなくご記入ください。はい、小瀬さん、あ、リスちゃんさんからですね、ラジオでさゆさもれ見るだけで、あたかも沖縄にいる気分になります。そんなにも魅力的な小知恵はすごいって書いてありますけど、ありがとうございますね。ルドルフさんね、CD は2枚とも持っていますよってことで、ありがとうございます。早速購入いただいてくれてるんですね、嬉しいですね。野の中の銀のホタルさんはですねトートバッグ欲しいって書いてますけど、野の中の銀のホタルさん、メールでぜひ
いただけると嬉しいなと思っております。でルドルフさん、ライブ招待券ペア券もありますよということでね、21日、22日、11月のですね21、22の 2days ありますけど、どちらかね、行きたいということをね、書いていただけたらなと思います。で21日そうですね、当選したしてからでいいと思いますのでね、そこはね、希望というだけ書いてください。はい、ルドルフさんがね、お試しラジオ券からこの番組生まれたんですねっていうことなんですけど、そうなんですよ。30分番組がね、こんな1時間番組になって1年も続いちゃいました。まあ嬉しいですね、本当ありがとうございます。はい、チャラ AKB ファンさん、アルバムお願いします。今恋してるから、また恋してるは前に当たったとかって書いてありますけど、もうややこしい。もう理解力にちょっと時間かかる私。リスちゃんさんがね、ワイド節好きでたまらんのや、モイジェヒョン聞いてるからこれがワイド節や、よう聞けと、よう聞いとけ。あ、難しいな、関西弁もうカミカミだな。うん、ルドルフさんね、なんだっけこれ、か AKB ファンさんのこと、当たってもまた2枚ってどういうことなんだろうな。うん、はい、またあ前にあまたあま当たったらってことね。うん、あそうかそうか、あそういうこと ね、2回も応募するのかって。それは自由です。でこちらの方で抽選ですからね、誰に当たるか分かりませんので、来週抽選で決めたいと思います。あららがまさいがさんがね、ワイド節だ、俺この歌めっちゃ好き、仕事場で流してる、残念ながら小杉さんのワイド節じゃないんだよな、すいません、切り替えてくださいとかね。私のワイドブッシュに変えてくださいとかってお願いしますとかってね。チャラ AKB ファンさん、そうやなとかって書いてますけどね。はい、あららがまさいがさんが闘牛見たくなるってことですけども、あ、闘牛といえばですね、10月の15、16うるま祭りがあるんですよ。そこで闘牛大会も行われます。なのでぜひ皆さん、うるま市のホームページ見てください。そうしますとうるま祭りに関するあのスケジュールが上がってますので、そこにね、あの闘牛大会も行われると書いてありましたので、ぜひね、ご覧になってみたいなという方は闘牛もぜひ見に来てください。で大塚健二さんから来てますね、やっと休憩、ただいま携帯のツイキャスで見てますということで、はい、ありがとうございます。さあメールがねたくさん来てますね、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい。あ、いくつか来てますね。もっとくだらなくちゃいけないですね。ごめんなさい。はい。AKB ファンさんはさっき読んだので、はい。小杉さん、1周年おめでとうございます。サンガステッカー欲しいです。これからも応援してます。平山ファミリー。あ、もう早速住所まで書いてくれてますね。今読もうとしてしまった住所のところもつながってたのに。はい、平山ファミリーさん、いつもありがとうございます。はい、ぜひね、さんは、応募ね、回しておきますのでね、お楽しみに待っててくださいね。はい、1周年おめでとうございます。もう1年経つんですね、早いな。小杉さんの人柄に憧れてます。感受性の強い方だけに、歌声にメッセージが込められて伝わるアーティストさんだなと思ってます。これからも応援してますよ。リクエスト宴の後、トートバッグ欲しいよ、そのタンって来てますけども。あー、そのタンさん、私てっきりあの関東のねライブチケット欲しいよっていうのかなと思ったよ。トートバッグ欲しいよってきました。はい、そのたんさんたちともね、スタッフの皆さんとも出会って1年ですよね。えでも本当にね、あのちょうど番組の時間帯とスタッフの休憩時間とかいろんなのそういった時間帯が、そのたんさんがいたりめぐさんがいたりっていう時間で、このお二方とね、もうしょっちゅうゆんたくしてたのがね、もう私の中で一番の楽しみだったんですけどもね、まずスタジオに来てもうガハハって笑ってテンション上げたままスタジオに入るっていうね、それがすごく楽しみでした。はい、ではもう一つまたメールを読みたいんですけども、はい、ではね、
かまってにゃんさんから来てますね。はい、池城さん、小杉さん、 FM 小山のリスナーさん、こんにちにゃん。リスナープレゼントのトートバッグ希望です。お願いします。にゃんってこんな甘い声でね書かれると ねにゃんって書いたくなるよねそうにゃんみたいなねそうですかにゃんみたいなあはーみたいないやーもう飲ん大丈夫大丈夫、今日カフェイン入りのコーヒーだからねはい、こんにちは小杉さん、放送1周年おめでとうございます。プレゼント希望しますってクエスチョンで来てますけど、どうしたんでしょうどうしてクエスチョンが来たんでしょうトートバッグ希望いたしますってはい、ありがとうございます。ぜひね、抽選の方に回しておきたいなと思いますので、はい、ありがとうございますね皆さん。ね、たくさんの、応募があって、明日じゃないですね、来週ですね、また来週は、10月14日にね、抽選で皆さんで放送時間内に抽選をして発表をしたいと思いますので、まだまだね、番組終了まで受付しておりますので、その間にどんどんね、何が希望と書いて、そして住所と名前を記入して、そして、タイトルのところ、件名のところにはね、平小杖リスナープレゼントとぜひ書いてください。はい、ではここでね、リスナーさんに向けて一曲お届けしたいなと思うんですけども、本当にね皆さんに出会えたことが私の幸せで、本当にこれからもね番組続いていきますけども、ぜひね皆さんの応援の方もよろしくお願いします。これからもお願いねっていうね、ぜひ聴いてくださいねっていう気持ちを込めて、宴の後聴いてください。すごい西も
はい、そのたんさん、宴の後リクエストありがとうございます。今めぐさんとですね、あの小杖のワンマンライブの時のエンディングのね、最後の曲を思い出して二人で目がうるうるしてうーって泣きそうな感じだってたんですけどいや嬉しいですね、ありがとうございます。メールの方続いて読ませていただきます。リスナープレゼント希望しますってことでね、平小杖さんの小杖のさゆいさんもれリスちゃんよりっていうことで、難しいな。だから、カタカナも言えなかなも読めなくなってるもん。はい、東京のライブ招待券希望ってことでね、初めましての恥がね、大変なことになってます。リスちゃんさんです。初メールです。整いました。平小杖とかけまして、グッチのワニ側と解く。その心はどちらも、たまらなく可愛いだそうです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうリスちゃんさん、すごいな、もう頭がいいな、みんなそういったこと考えられるって。はい、そしてもう一つサラダホープさんから来てますね、ありがとうございます。小杖さんこんにちは、初めてメールしますが、放送いつも聞いてます。ありがとうございます。放送1周年おめでとうございます。これからも元気になる小杖さんの番組、楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。いや、ね、リスナープレゼント希望何かね、送ってくれたらよかったですのに、ぜひぜひ、今からでも間に合いますから送ってくださいね。はい、そしてですね、ハイサイ小杖さん、めぐさん、1周年おめでとうございます。お試しラジオ券から始まった番組、何年も続くことをお祈りしてます。リスナーとして、超初心者ですが、大阪から毎週できるだけ聞いていますよ。ありがとうございます。プレゼントはトートバッグ希望です。 CD は Amazon で2枚買ってしまったので、遠くから応援してますってことで、ありがとうございます。これから、ここからはラジオでは読まないでくださいって住所が書いてあるんですよ下にね、そうそうそう、ありがとうございます。私がね、勢い余ってそのままバーって読みそうなの分かってるんですね。ありがとうございますいやー、よかったよかった。そしてもう一通来てましたね、ごめんなさい。もう一度送っていただいてるんですね。ありがとうございます。こんにちは、小杖さん。放送1周年おめでとうございます。ということで、先ほどね、ラジオネーム、銀のトロンボーンですって。そして、プレゼント希望します。ということでね、トートバッグの方でしたね。はい、ありがとうございます。たくさんのね、メッセージ、ありがとうございます。ね、もう、その中から、抽選で来週ね、お届けいたしますので、ぜひ皆さん楽しみに待っていてくださいね。はい。ではね、今週、来週あたりだね。はい。また、小杖のいろいろスケジュールが、ライブスケジュールがありますので、ちょっとここでね、ご案内させてください。そして、リスナープレゼントでね、皆さん、関東のね、ライブチケット希望とかって書いてくれてますけども、はい。もちろん希望していただいて、そこでもし外れた場合はね、ちょっとまた、ライブ来てほしいなと思ってるんですけども、ワンマンライブの方がですね、11月21、22日東京の方で行われます。まずね、21日は、ハイビスカスという王子にありますけども、そこでね、王子の方で、ワンマンライブはですね、三振のサポート横目広道と平小杖の2名でお届けします。そして22日火曜日、23日が祝日になってますので、その前日ですね、火曜日はですね、こちらはですね、川崎市の方になりますけども、神奈川県川崎市でですね、沖縄居酒屋瓶型さんにてライブがあります。こちらもね、横目ひろみちサポート、三振サポートの方と、そしてこの日はギターのね、サポートで、私の CD プロデューサーでもあります、また君に恋してるの作曲者の森正明さんとね、ご一緒させていただきますので、ぜひね、皆さん時間を見て、足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。詳しくはですね、平小杖のホームページの方でもご案内しておりますので、そちらの方もチェックして、ぜひ遊びに来てください。そして県内ではですね、10月の16日日曜日になりますけども、私の地元でありますうるま祭りが開催されます。うるま祭りではですね、16日の最終日なんですけども、うるまへの
いざないっていうことでね、それで平小瀬のボーカルとして出演しますので、ぜひそちらのステージもねご覧になっていただけたらなと思います。先ほども紹介しましたけども、闘牛大会はですね15日だそうです。こちらはですね石川ドームですかね、ぜひ遊びに行ってほしいですね。でそして16日はですね沖縄新比地余興決定戦というのもヒープさんの司会で進行がねあるそうですので、そちらもちょっと楽しみですね。でマブヤーショーがあったりとか、そしてライブの方もですねネーネーズさんが来てくれたり、ジママさんがいたり、フォーシスターズが来るそうですのでね、すごい楽しみですね。いろんなアーティストさんご覧いただけると思いますので、そちらもねチェックして、うるま祭りへお出かけしてみてください。そして、私ですね定期的に沖縄のね国際通りに那覇にあります国際通りでですね、沖縄エンターテインメントレストラン姫というところでね、ライブをさせていただいております。そして今日がね、10月7日今日出演になってるんですけども、こちらはですね3ステージあります。7時半と8時15分9時半からの3ステージあるんですけども、3ステージ見てもライブチャージ1500円となっておりますので、そちらはねお食事を召し上がりながら、そしてまたお酒を飲みながら楽しめますので、今日はお時間あるさっていう方ね、平小瀬のライブを見ながらね美味しい食事召し上がりながら楽しんでいただけるとなと思います。そしてこのね沖縄エンターテインメントレストラン姫はですね毎日日替わりでたくさんのアーティストが入っておりますので、ライブしてますから、例えばね時間が空いた時にちょっと寄って楽しいまたライブをねいろんな方のご覧いただけたらなと思っております。さああっという間の時間ですね。もう本当にね1周年皆さんに支えていただいて、ね、このラジオが進行していただけたのは本当嬉しく思っております。もう1つメールが来てます。ちょっと読ませてください。小瀬さん番組1周年おめでとうございます。小瀬さんと出会った時アーティストさんだし有名だし緊張してたんですけど、話していたらあれこの人アホなのかなって笑いとか思い出して、すごく楽しい方だなって思ってましたって。一年いろいろありましたね。放送では言えないこともちょくちょく、あすいませんでも本当に小瀬さんの番組のサポートできて、幸せだなって思ってます。これからも楽しい番組作っていきましょうね。小瀬さん大好きってミキサーのメグよりって来てますね。そうですよ、もうメグさんがいなかったらね私できなかったんですね。漢字読めない、カタカナ読めない、ひらがな読めない、カミカミみたいなね。うん、でもねそんな中ね、私をね支えていただき本当ありがとうございます。今ね何してるかなと思ってたのに、私が喋ってた間にこんなメールを書いてたんですね。もう泣いてるよメグは、もう鼻水も出してるさもうとかねいや本当ねこういう風に番組がスタートしてくれて本当心よく、応援していただいて感謝しております。これからもまだまだ続きますのでね、来週も相変わらず皆さんの、メールそしてツイキャスお待ちしておりますので、応援の方これからもよろしくお願いいたします。さあそれではもうエンディング時間となりましたけども、またねこれからも青く澄んだ空のように、私もね、毎週毎週皆さんと共にお届けしたいなと思っておりますので、最後はエンディングのね、こんなにも澄んだ空の下でお聞きながら、皆さんとね今日はね終わりにしたいなと思っております。またね番組終わりじゃないですよ、来週もからまたお届けしますのでね、みんなとねあははっと笑いながら楽しい番組をね作っていきたいなと思っております。まだまだな私ですけどもね、今後ともお付き合いの方よろしくお願いいたします。じゃあちょっとお時間までね、こんなにも澄んだ空の下でお聞きください。
平梢ラジオでさあゆいさんもおれ1周年スペシャルめでたいめでたい。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしました。それでは皆さんまた来週ね。ありがとう。